福祉たるもの飯を食え、日本福祉サービス大食いを決定戦。我こそは大食いをと名乗りを上げた総勢13名の猛者たちが今宵壮絶なバトルを繰り広げ、山中さん、そんなペースで勝てるんですか。まあ見とったらいいです。舞台となるのはとある洋肉店、介護士たちによる究極の戦いが幕を開けようとしていた。今回の食材は極上のラム肉。爆盛りのラム肉料理を順番に2品完食したチームが優勝となる。果たして大食い王の栄光を手にするのは誰。じゃあ大食い対決始まります。で、今日はちょっと応援団というか司会者2人。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。英語やな。で、今回ね、この大食いの話をいただいて、ちょっと面白かったくだりがあるんですよ。負けたチームに罰ゲームを、その負けたチームの人たちが朝一の飛行機で北海道まで行って空港でメーって叫んで帰ってくるっていう罰ゲームを考えたんですが、社長からね、こう言われました。うちの会社は失敗した人間を追い詰めることしない。成功してる者、頑張ってる者へのご褒美を与える会社。いや、俺それ聞いた時に自分が恥ずかしくなった。で、そのご褒美の内容はちょっと社長の方から。あの、世代別にね、今回戦うわけじゃない。はい、優勝チームには一人頭アマゾンギフト5万円あります。で、なおかつ今回は来てくれた応援団、その世代が勝った応援団のみんなにはアマギフ2万円あります。ということで賞金もあるので頑張ってください。水が欲しいですよ、水が。俺らの体重足して多分この体重で、これ勝つために1年目から太り続けてるんですよ。明日から痩せてまうんで、最後ですわ。じゃあ今から開始します。よーい、スタート。あー、すごい早いわ。いや、意外とでもめっちゃ早い。ユニカヤさん、山中さんを。はい、すみません。そのペースでいけるか、向井くん。これあるぞ。頑張れ、向井くん。山中さん、そのペースで勝てるんですか。まあ、見とったらいいんですけど。うまい。上垣、頑張って。そのペースじゃ勝たれへんて。肉持ってきてな。松本、いけるか。米はいけます。いい感じです。来た。めちゃくちゃ早いです。いいよ。早い。全部食べてます。あ、お肉ください。細いチームがめちゃくちゃ遅い。頑張ってるんだよ。めちゃくちゃ遅い。川崎さん、大丈夫ですか。無理。石野さん、来ましたよ。いけそうですか。めっちゃうまい。めっちゃうまい。いけるわ。コメントが全然。今8分経ちました。もっと上手。普通の食事してません。食事は美味しく食べような。美味しく食べるもん。乾杯乾杯。はい。乾杯。ビール。ビールください。何ですか。先輩たちが苦しんでるから。お腹減った。お前ら負けんぞ。お腹減った。お腹減った。甘い。上役来た。上役来た。
ください。海なくなればこっちのもんですよ。小川どうですか。こっちのもんや。熱っ。こっちからなくなりません。口からなくなりませんと言ってます。お前もっとおもろいコメントしてや。ラスト5分です。ここは夢だね。これ感触あるんじゃん。松本頑張って。それで言われてよ。応援にもインタビューしましょうか。どこに負けてほしいですか。いやもちろん大食いチームを負けてほしい。今から全員倒れないかな。すごい性格です。やばいやばいやばい。完成する。ここのチーム終わりそうです。すごいラストスパート。すごい完食しました。ラスト3分ですけど完食しました。ありますよ、ね、デブ歴が長いんで、ね、ちょっと当てはしないですね。こんなにしてるわ。まだタイムは途中なんですけど、ここが優勝となりました。おめでとうございます。コメント言ってもらいます。はい、美味しかったです。それしか言わない。それしか言わない。もう一回コメント言います。それしか言わないやん、さっきからコメントもらいます。美味しい。美味しかった。ビールが進む。マジでうまい。出されたものは残さず食べる。素晴らしい。勝者だよ。いいよ。まあこれが本当に貫禄でした。貫禄やね、先輩。背負ってるもんが背負ってるものが違う人たちの。はい、じゃあ、はい、おめでとうございます。工藤洋肉店では厳選された新鮮なラム肉をご提供させていただいております。その中で工藤洋肉店では9種類のお出汁を準備させていただき、なおかつ薄くスライスさせていただいておりますので、ラムが苦手な方でも召し上がりすることが可能となっております。またマトン肉もご用意しておりますので、羊が大好きな方もご利用いただけます。またのお越しをよろしくお願いいたします。失礼します。